吉田さん、おはようございます。まあ、大学や専門学校は確かに親がお金を出すでしょう。それはね、実はね、分かった上で先ほどコメントさせてもらいました。で、吉田さん、ドリームアカデミアは多分、自分の身銭を切っていくというところでは、本気度はさらに強いんではないかなというふうなね、考え方だと思いますけども、いや私はね、こういうふうに思うんですよ。親ですら進めるぐらい、 大学や専門学校ってのは信用があるんですよね。子供が15、六6歳になったら進学どうするの大学とかどこにするの専門学校どうするのっていうふうに、まあ進路指導をはじめ家庭教育でも会話の中に上がると思うんですよね。だからそれと同じようにネットビジネス塾どうするのどこにするのドリームアカデミアそっか塾、うん、それともマトリックスアフィリエート マトリックスアフィレート。うん。マトリックスアフィレート100万ね。うん。校長はトンズラした。あメタルユース、鹿児島出身。で、ドリームアカデミアは鹿児島で運営してる。なんか、なんかこれ、腑に落ちないね。この鹿児島っていうところはね。どうどういうことかしら。広島はうん。広島そっかに行く。あ広島はいいわね。まあ、総理大臣もいるところだからね。どこにしようかね。みたいな会話が。 繰り広げられるんでなないかなといいかととうころでございます <laughs> さあ親ですらねお金を払って当然と思えるぐらい大学や専門学校は信用を積み上げてきたんですよねうんでもどうでしょうかネットビジネスに参加する際に親がお金出してくれるほどまあ子供はね当の本人学ぶ本人は説得したりとかやる気を見せてくれるでしょうかね なんか夜中にサイトを見ててフラフラフラーっと決済ボタンを押しちゃうみたいなねそんな流れが今後10年後20年後にはなくなって本当にねお父さんお母さんお子さん3社でパソコンを見ながら「あっドリームアカデミアいいんじゃないの?」うんこれなかなかいいよね」うんなんか稼げる能力が身につくらしいようんなんかいいじゃんいいじゃん」みたいなね。だっっっててて大学学行行もも専門学校行っても 稼げる能力は身につきませんからね <laughs> 全然、奨学金すら返せないくってピーピーするような人ばっかりを卒業させてますから。なんかね、奨学金、奨学金抱えて苦しい社会人をスタートする人たちが、要するに借金を抱えながら社会に出る人は40%もいるそうですよ。ね。だから22、3歳で社会に出るとして、30過ぎてもまだね、在学中の借金が返せないみたいな。 で、毎月毎月自分の銀行口座から2万3万引き落とされるというね。単なるワーキングプアじゃないんですよ。もうね、進学した時点でワーキングプアなんですよね。ワーキングプア確定ということでございます。それに比べたら、120万のドリームアカデミアは確かに安い。ね。私の山戸くんが通っているインターナショナルスクールですら、この1年、120万を大きく超える金額が出てますからね。ドリームアカデミアは安い。 <laughs> 大和くんが通ったインターナショナルスクールでは何もね稼ぎ方を教えてないですからまだ言葉もそんな喋ってなくてせいぜいできたことって言ったらお弁当を食べましたお歌を歌って手をたたきましたぐらいですからねまあでもね年齢に応じたなんかこう教育っていうのがあると思いますんでえ本当に私の大和くんを預かってくださってるスクールには感謝しております 来年もさらにお預けする範囲を拡充して信頼とともに歩んでいきたいと思いますね三冠日月曜日なんですよで三者面談火曜日なんですよ、ね、2歳になりたての大和くんも三者面談進路相談が始まってますよこんなに早いわけですよ今の時代どうなってるんですか子供は面交したりねべ語も回したり 秘密基地を作ったりとか、ね、私の時代はしたもんですけどね今は違う将来のグローバル社会を見据えて言語文化歴史こういった認識を高めるためにもう2歳3歳から始まるんですね将来を見据えて英語を身につけたいいやいや待ってくださいこれからの時代中国語かもしれませんよどうしましょう 英語はすでに時代れって言われたらまあでもね中国の方も結構英語喋る方多いですからねそう考えたら、まあ、英語を中心として言語っていうのは回っていくかもしれませんパソコンの言語も英語ですしねまあ中国語が世界の言語になる日がもし来るとしたら中国共産党の世界支配が完成した時と言えるかもしれませんね でもね吉田さん香港映画見ていても結構ね皆さんね中国の俳優さん英語が上手なんですよ。で英語語圏のの人が中国語を喋る例ってのはあまりないんですよねそう考えたらまあ西洋文化と東洋文化っていうのは中国とアメリカを中心とした英語圏がうまく融合してこの世の中作っていくのかもしれません。 まあ、米中対立ってこともありますけどもその対立も、まあ、戦争的なね攻撃的な対立ではなくて平和的な対立にどこからか移っていくような気がするんですけどねどうなんでしょうかね。ははいいいじゃゃ今回は以上でございますっってらっしゃい